私は百物語のその四を読んでぞっとしました。なぜなら車が止まるという話は知らなかったのです。8年ほど前、私は友達とのドライブで鏡山に行き、住江の方を通って向こう側から市内の方に帰ってくるときに、少し変な体験をしています。当時、あのトンネルのところで小さい男の子が出るという話は有名だったので、ずっとあの時の出来事をなんとなく覚えていたのですが、ドライブの帰り、あそこのトンネルの中で突然車がスーッと止まったのです。キーを何度も回してみたのですが、何の反応もなく、噂のトンネルだし、山の中腹だし、本当に焦りました。怖いけど、仕方がなく、車の外に出て、バンパーを開けてみたけど、もちろん意味もわからず、そのまま閉めて、もう一度キーを回してみたら、なぜかエンジンがかかったのです。そして、ちょっとどうしようか迷ったのですが、あの火葬場の入り口に車を止めて、家に電話をかけて、父に迎えに来てもらいました。あそこから、市内までの坂道を原因不明で止まった車で帰るのが怖かったので、父に電話してそこに留まるしかなかったのです。しばらくして父が迎えに来てくれて、私と友達が父の車で帰り、父自動車整備士がその車に乗って帰りました。父の話だと、その後家に着くまでの間何の異常もなかったようです。もしかしたらあの公衆電話のところに呼び寄せられたのかもしれません。これは本当に実体験です。私はほとんどエンストなど体験したことがなかったのですが、あれがエンストだったのかなかはわかりません。だからこそゾッとしたのです。ちなみにその車はオートマティック車でした。私は昼間の体験でした。